まあ夫婦で入りたいやんか、うんうん、できたらできたら、ほんだら男部屋と女部屋が離れてたらちょっとかわいそうや夫婦、うんうん、せやけどお母ちゃんは友達と喋りたいやん、うん、そこらへん夫婦の男と女の部屋割り、うん、今、弥生園の方だと全部で84床あるんですけども、うん、どうしてもやっぱり女性の方がね、まあ、皆さんご存じの通り長生きなので、うんうんうん、女性の方が圧倒的に多いです、うん、うちの施設は女性の方と男性の方と、まあ、4人部屋、お2人部屋とあるんですけども、うん、ご夫婦でどうしても一緒のお部屋がいいっていう場合はお2人部屋、ご夫婦で使っていただくことができます、うん、でもずっと顔つき合わせてるのはしんどいから別の部屋がいいよって言った場合は同じフロアで別々のお部屋で生活をしていただいている方おられます、うん、またやっぱりひっついてもええわやっぱり離れたいわとかそのうちの親だったらまあ2日に1遍ぐらいいいかなと思うけど、うん、もう2日に1遍お部屋がいいっていうわけにはいかないですけども、うん、その方に合わせてご希望に合わせて、まあ、できる範囲でお部屋の調節を移動だったりとかの調節をできるさせてもらうことはできます、うん、ありがとうございます。